ージはこんな感じになってます。おう、1号線筆頭大塚達也だ。今日はですね、メインチャンネルから見てください、重大な告知があります。追加公演が決定しました。今こっちで言っちゃいましたけども、それとそのラブミーテンダリーの予告 V を見てください。今日やるのはですね、こちらのソーセージにパスタを刺して茹でるとひどいことになるという話をゲットしてきました。こちらのウインナーにパスタを刺していきたいと思います。ウインナーっていうものはですね、すごく高くてですね、あの300円ぐらいするんで、みんな買わない方がいいです。そんなに頻繁には。このウインナーに対して刺していきます。ちょっと長いか半分にします。さあどうでしょう、こんな感じになってます。ソーセージはこんな感じになってます。それではね、こちらの方入れていきたいと思います。おっとおっと、入らないぞ。ほんの少しずつ入ってってますね。こっちはその一箇所に集中したいと思います。はい、2個目完成です。こちらの方も入れていきたいと思います。2個目はこれ悟空みたいな感じね。はい、見てください、今こんな状態です。はい、普通にソーセージも食べたいので普通にソーセージも入れました。完成したんで見てもらいましょう。こちらです。どうですか、どうですか皆さん、これちょっと食べてみたいと思いますね。ケチャップとマスタードつけたんで。あ、うまい、全然うまい、ちょっとすげえうまい、腹にもたまる。なんかスパゲッティだな、むしろ。うん、うまい。もう一個作った方も見せますね。これです。一応こうロングヘアの、ブロンドヘアの女性に見えませんか。おいしそうですね。うん、はいはいはい、ソーセージだけがうまいなこれ。はい、じゃあ今日はメインチャンネルにあのラブミーテンダリーのあの予告の動画と追加公演の告知の動画があのあるんで、そっちを見て、むしろ。じゃあまたねー。